ボイチェフ・メンチンスキーは、ポーランド出身のカトリックの神父で、イエズス会士。1643年に、長崎で殉教した宣教師で、ポーランド人で初めて日本に来た人物とも言われている。ボイチェフ・メンチンスキーは、1598年に、ウィープルズ川下流のオスモリスで貴族の家庭に生まれた。ルブリンの学校を卒業後、イエズス会に入会するつもりであったが、 家族の説得を受け、1613年3月からヤギーを大学で勉学を続けた。1621年4月15日、ローマでイエズス会修練院に入り、この時期に日本で宣教師になることを決心する。1626年にポルトガルエボラシで進学研究を終了。1628年に主催に上海された。 1629年、彼がイエズスカイ大学に寄付した財産の返還を親戚が要求していたので、急遽ポーランドに戻ることとなる。ピョートルクフとルイブナルスキーのクラウン法廷は、その要求に対する告発をすべて却下した。1631年にインドに向けて出発したが、悪天候のためにポーランドに戻る。1633年に再び出発し、 インドに到着、ゴアに上陸し、そこで病院での事前活動に専念した。1634年、コチンチンに到着し、そこで1年間滞在した。1635年には病気の兵士を治療するためにマラッカに行き、1636年にマカオから日本に行こうとしたが失敗した。彼が乗っていた船はオランダ人に乗っ取られ、フォルモサに行き先を変更される。 高校中に、囚人と知事の息子の治療をしたので、フォルモサでの滞在条件を改善された。1637年に囚人をバタビアに輸送している時に、オランダの船から脱出し、マカオに戻った。その後、マカオのイエズス会の検査官は、メンチンスキーをカンボジアに赴任させた。そこで上位の任務につき、支配者の尊敬を得た。1642年7月、 メンチンスキーはフィリピンのマニラに行き、そこで宣教師たちと合流し、中国人を装い7月に鹿児島県に上陸。8月12日に薩摩半島に到着した。13日、メンチンスキーと宣教師たちは将軍、徳川家光の部下に捕獲され、1642年8月21日に長崎に移送された。 沢の正し案の通訳で尋問が開始されるが、全員が信仰を捨てることを拒否したために1642年8月末から1643年3月16日まで拷問を受ける。その後、メンチンスキーと宣教師たちは、長崎、西坂の処刑場に連行されて殉教。メンチンスキーは、1643年3月23日に殉教した。ありがとうございます。